雪山に現れたという怪人を倒すため吹雪の山へと駆り出された僕ら S 級ヒーローたち。僕らはヒーロー協会所有の山荘へと向かった。ちもともとここを定宿とする男の姿も、しかしこの時はまだ誰も知らなかった。この山荘が血塗られた惨劇の舞台となること。俺たちは一番広い部屋を使わせてもらう。いや、部屋数ありそうだし別室でいいだろう。一番静かな部屋は僕でいいよね。雪山で修行中に埼玉と遭遇するとはな。一体いつまで部屋割りを話し合っているんだ。お前は関節、いやポンコツ音速だ。ではすぐに外へ放り出しましょう。貴様、今外に出したら死んでしまうぞ。いくら指名手配犯とはいえ死なせるわけにはいかないから。この山荘熱くないか。先生が風邪をひいたらどうする。とにかく敵の懐に入り込めた。必ず仕留めてやるぞ埼玉。これでよしと。俺のことは気にせず鍛錬を続けてください。マジで漫画読んでるだけだから。忍者にとって縄抜けなど靴紐をほどくのに等しい。なぜ貴様がここに。爆裂水剣焼却砲。ヘキシー、一体なんだ。何があった。んなこと知るかよ。この山荘に僕ら以外の生命反応はない。外部からの侵入者はいないってことです。そのようだ。あれ、もう生き返っちゃったの。あの暗闇の中、俺は状況を把握しようとした。暗闇で犯人の姿は見えなかったが、いや、そうでない者が一人だけいる。俺はやってないぞ。もちろん今も逃げようと思えば簡単に逃げられるが、まだ埼玉への接触も、そして濡れ衣も晴らさなければならないからな。だがヒーローの中に犯人がいるとは到底。幸い最初に殺されたのが俺だから良かったものの、このままでは第二第三の犠牲者が。埼玉先生のアリバイなら鉄壁だ。常に観察していた俺が完璧に証言でき、そこでその忍者と遭遇し。黒光さんは。俺は筋トレしながらささみをチンしていただけだ、うん、俺はテレビ電話してただけだ。全員に確固たるアリバイがない。なんか忘れてねえか。筋トレか、予約録画か。家のゴミ出しなら俺がしておきましたが。いや、そういうんじゃなくてさ。ダメだ、全然思い出せない。どうせどうでもいいことだろう。忘れるぐらいのことだからな。気にしないでください先生。ちょっと着替えてくる。みんなも頭を冷やした方がいい。そう、最初に自ら死んだ一人目の。まさかゾンビマンが。そう言って煽る童貞、お前こそが真犯人じゃないのか。アクション。大丈夫ですか先生。え、あ、分かっちゃったかも。ジェノスさんとソニックさんの戦いによって発生した大量の粉塵が埼玉さんのくしゃみによってリビングにも拡散。野生の力に覚醒したサスライド最強、セーブ。よし。